OVA とその劇場公開も発表され、さらに期待感が高まるリ・ゼロから始める異世界生活よりのリフォルメアニーアート IC カードステッカーとリフォルメアニーアートアクリル定規の受注がスタートした。リ・ゼロから始める異世界生活は長月達平さんによるライトノベルを原作としたアニメ作品。コンビニからの帰り道に異世界へ迷い込んでしまった普通の高校生が、異世界で彼を救ってくれた少女へのお礼として少女の探し物を手伝うことにヘリップといったところから、監督は渡辺誠二さん、シリーズ構成は横谷正弘さん、キャラクターデザイン創作画監督は坂井久太さん、アニメーション制作はホワイト FOX。2016年4月から9月に放送された TV アニメの好評を受けて、2017年9月には新作エピソード OVA の制作が決定。2018年3月9日にはキービジュアルの一部とともに劇場上映されることが発表されており、そのリ・ゼロから始める異世界生活メモリースノーの劇場上映が決定している。あるあるリ・ゼロから始める異世界生活新作エピソード OVA の劇場上映が決定。アニメジャパンにてキャスト出演のステージも、今回日常でも使用できるをコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイトアムニバスにてリ・ゼロから始める異世界生活の商品2種の受注がスタートした。キャラクターイラストをアーティスティックな表現で描いたアムニバスのオリジナル商品アニアートシリーズから、エムジやレム、ラムのディフォルメイラストを使用した IC カードステッカーとアクリル定規が発売となるので、ぜひチェックしていただきたい。商品情報、ディフォルメアニアート IC カードステッカー全3種、価格500円、税別種類全3種、サイズ約50×80 mm 素材 PP、 画像はデフォルメアニアート IC カードステッカーラムを使用。デフォルメアニアートアクリル定規全3種、価格650円、税別種類全3種、サイズ約縦 16×横 4.5cm、 素材アクリル、画像はデフォルメアニアートアクリル定規レムを使用。発送予定、2018年12月上旬より順次発送。予約期間、2018年9月28日まで受付。実際の商品と使用、サイズ、デザインが若干異なる場合がございます。コンビニからの帰り道に異世界へ迷い込んでしまった普通の高校生が、異世界で彼を救ってくれた少女へのお礼として少女の探し物を手伝うことにヘリップといったところから始まる異世界ファンタジーとなっている。監督は渡辺誠二さん、シリーズ構成は横谷正弘さん、キャラクターデザイン創作画監督は坂井久太さん、アニメーション制作はホワイト FOX。 2016年4月から9月に放送された TV アニメの好評を受けて、2017年9月には新作エピソード OVA の制作が決定。2018年3月9日にはキービジュアルの一部とともに劇場上映されることが発表されており、そのリ・ゼロから始める異世界生活メモリースノーの劇場上映が決定している。あるあるリ・ゼロから始める異世界生活新作エピソード OVA の劇場上映が決定。アニメジャパンにてキャスト出演のステージも、今回、
日常でも使用できるをコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、アムニバスにて、リ・ゼロから始める異世界生活の商品2種の受注がスタートした。発送予定、2018年12月上旬より順次発送予約期間、2018年9月28日まで受付。実際の商品と使用、サイズ、デザインが若干異なる場合がございます。生産の都合により、お届け時期が前後する場合がございます。あらかじめご了承ください。C、超月達平株式会社角川管理、ゼロから始める異世界生活制作委員会。キャラクターイラストをアーティスティックな表現で描いたアムニバスのオリジナル商品、アニアートシリーズから、エミリア、レム、ラムのディフォルメイラストを使用した IC カードステッカーとアクリル定規が発売となるので、ぜひチェックしていただきたい。商品情報、ディフォルメアニアート IC カードステッカー、全3種。価格500円、税別種類、全3種、サイズ、約50タイムズ、80mm 素材、PP 画像は、デフォルメアニアート IC カードステッカー、ラムを使用。デフォルメアニアートアクリル定規、全3種。価格650円、税別種類、全3種、サイズ、約縦16分タイムズ。横 4.5cm 素材アクリル画像はデフォルメアニアートアクリル定規レムを使用。